Space Monkeys TV。 はいどうも皆さんこんにちは。今日はですね、もうね小学生、いや違えな、幼稚園か、幼稚園だよ、幼稚園の時からのね、ガキの頃からのね、友人に会いに来ましたよ。ここどこだっけ。品川だね。品川に来てます。今からちょっとね、久しぶりなんでね、酒でも飲みに行こうかなと思います。それでは何にしますか。今日は何しようね。焼き鳥焼肉、まあ何でもありだね。それでは行ってみましょう。いいね。はい、周りの風景です。お、いいね。周りの風景ですが、こんな感じでにぎわってますね。にぎわってるっていうかな、まあそれでも暗い方だよな。シックやろこれ。そうだね、どちらかというとオフィス街のね、ところにね、ちょっと居酒屋さんを、大人の今日はね、動画配信をしようかなと来ています。品川駅でございます。はいどうも、ここだ、なんだっけ、魚民さんにお邪魔してます。さあ、まずはね、お酒が来てからいろいろ語ろうじゃねえかと。はい、じゃあね、来ました。私は角張りの神社リュールだね。うつる3年ぶり、すごいだ、もっとかな、4年ぶりだね。じゃあ、乾杯。はい、料理来ました。基本は魚介酢中心だね。これなんだっけ、ヤリイカの姿なってるけど、全然写真とちげえじゃねえかって。これはなんだっけ、マグロの、マグロとサーモンとその他ぐちゃぐちゃのタコワサですね。はい、こんな感じで料理が来ていますと。あね、彼ね、今ね勤めてるところがね、福島なんですよ。福島の、そうだね、いろいろね、建築関係のねやつをね、今日は品川、明日は福島なんですってね。まあ復興支援もね、いろいろ彼の力でね、道路の復興支援とかね、それにまつわるエトセトラをね、いろいろやってもらったんですよ。やってもらったっすか、俺社長じゃねえけどな。それでは品川で一番熱いように男二人にいただきます。オリンピック関係のやっぱ請け負いの、そういうなんていうの、水道工事とか首都高の工事とかもやってるんですよ彼は。でこんなもんベラベラ喋ってどうせじゃあやばい。いやでもそれが現実だからね。いや YouTube はやっぱりリアルじゃなきゃダメなんだよ。これが現実の話なんですよ。だからやっぱ建築関係っていうのはやっぱりそのオリンピックのやっぱ請け負いとかもあって、こうやって日本の経済っていうのは成り立ってるんだね。だから彼にもどうしようもない彼だけど僕のね、あれなんですよ、あれね、幼稚園時代からの親友なんですけど、彼もようやくバブル時代が今到来してるんですよ。プラプラ時代が。そうだね。いやね、どうしようもなかったやつなんですよ。いやどうしようもなく、俺もどうしようもないけどね。まあ俺はまだね、まあ俺の 本業は明かさないですけど、な、苦労してね、やっぱ資格も取ったし、いや貴重な話を伺いましたね今日はね。そろそろ結婚しないといけないなっていうね、この飲みの席で話しちゃったからね。いやそれはちょっと聞いてみましょうよ。どうするんですか結婚。タイミングだよね。だ来年じゃあ約束しますよ。今こいつ約束しますよ。じゃあ来年の3月までに、今までに結婚してもらいましょうか。そうしましょう。動画残すからな。動画残しますからね。いいですか。こいつね、十何年付き合ってるのにね、まだ今我々は年は明かさないですけど、来年の今頃には結婚式の動画あげるから、俺の親友。今日は大人の動画の配信になってますよ。あのね、みんなもね、お酒飲めるようになって結婚意識するとね、こういう話になるからな。重いぞ。じゃあお願いします。はいよ、回して、さあよろしく、いけ、ストライクショー。言わねえぞ、何が出るか。
金ガチャだぞ、とりあえず金玉だぞ、来い。お、劉備来た。劉備出た。劉備が出ました。足りだね、一応。うん、劉備出ましたよ、星5。さすが三国志シリーズの劉備が出ました、星5。ありがとうございます。うん、意外と持ってんな。いかがだったでしょうか、酔っ払い配信ね。いろんな話もしてね、モンストロガチャまで回しちゃったっていうね、そんなノリでした。まあとりあえず劉備出てよかったな、それだけ。うん、それでは次のね動画で会いましょう。エンジョイ YouTube バーイ。